田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム243、チンパンジーこそわかるだから言わんこっちゃない朝鮮半島と題してお届けいたします。なんでチンパンジーって言葉を使うんだというですね、本当にアパルトヘイトのようなことをおっしゃる方がいますが、チンパンジーは今まで大変な人間に近い DNA であるという形の中で脳であるという中でですね、いろんな知見に使ってきました。しかしそのことによって絶滅危惧種になってしまったのでですね、とんでもないですね、昨日朝日新聞の書評がですね、愚かにもですね、多分担当記者とそしてその書評委員をやってる東大の桜なにがしさんというおじさまがですね、あまりに香ばしい方だったのでですね、褒めていたこのワクチンをですね、まさに治験を行うことができないで発売をしているというとんでも発奮でございます。さて8日の日モーニングクロスではこのようなタイトルをつけました。置いてけぼりっていうのは皆さんご存知のように、これは文字起こしのところに全部ついておりますけども、昔お堀でこう、釣りをしていた人がいっぱい釣れたんで置いてきなさいって言われて嫌だなと思って、そうしたらなんかのっぺりとした女の人が出てきたっていう四ツ谷怪談のようなお話でございます。で私はですね、なんとこちらですね、各国の首脳はみんなロシアも中国もドイツも対話しかないんだということを述べてきたんです。ましてや拉致問題を抱えている国が、拉致被害者の方々の身が現在もなおですね、私たちは案じているにもかかわらずですね、圧力だと言っててどうなるのかということです。圧力と対話というのは交互の問題です。押してダメなら引いてみな、引いてダメなら押してみなということでありまして、硬軟取り混ぜるということが当たり前なのに、ただ強くいけという北風を吹かしていて、拉致被害者の方々果たしてどうなんのかということも、ああいうバッジをつけてる人たちは何も分からずですね、そして小泉純一郎さんが行かれた後ですね、誰も北朝鮮に行っていない、行っていたのは訪朝32回のアントニオ猪木さんだけだという、この嘆かわしい状況というものを恥じないのかということでございます。そしてですね、このフリップというのは去年の私が9月の番組でお見せした内容でございます。もう一回リサイクルで持ってきて番組で使ったわけです。こちらもそうですね、リッキー・ニッキーさんというこの国連大使、まあドナルド・トランプさんと年頃ではないかとも言われている人でありますけど、この人最も強硬派です。でもこの人ですらですね、戦争なんか求めてないんだよということを言ってるわけです。この発言というものは単なるフェイクなんじゃなくて、こういう思いがある、その上で北朝鮮側の出方をずっと見てきたということでありますし、もっと言えばネトウナの皆さんは結局バラク・オバマ氏、あるいはその前のジョージ・W・ブッシュ氏の頃から北朝鮮の核開発を止められなかったじゃないかと、結局黙認してしまったのはお前らじゃないかということを本来言わなきゃいけないのに、アメリカには何も言えない、友人に対してきちんと喧嘩じゃなくて友人に助言をすることはできないという状況です。ムン・ジェインさんが実はすごい人だったということはお話をしました。ムン・ジェインさんこういうふうに言ってですね、予備的対話に進む程度には条件が整った、3月7日ですよ、いいですか、私が番組でお話しする前日です。が一方で対話が実現したからといって国際的な制裁協力が緩むはずがないと言ってです、非核化への道のり道筋立てられずなどというふうにですね、朝日新聞の牧野なんとかさんという香ばしい局長が一気稼いに行くはずはない。しかし振り子のように動きながら、いろんな意見を言いながら、どこに振り子が止まるかということを古谷恒平君もこの間、淳氏の期待放題で言っておりましたけど、まさにそうでありまして、南北が一緒にベルリンの壁が壊れるようになるなどということは私も浅田さんとの対談でも述べておりません。しかしこれは対話に行くであろうということはずっと述べたことですね。そして今回日本は何で置いてけぼりかというと、先日アメリカに行ったこのチョンさん、この人は閣僚級の人であります。でもうアメリカとの安全保障ラインを全部担当していた人で、この人をムンさんが就任した後選んだんです。そしてこの人がアメリカの後中国とロシアへも説明に行くんです。日本に来るのはですね、もうこれ収録が11日でございますね、12日の月曜日に多分来たのはこの孫さんと情報委員長ってなってますけど、この人は単なる官僚です。官僚の人が来たってことはプロトコル上日本よりもアメリカと中国ロシアにきちんと説明しようという、もう韓国の意識の表れなわけですね。そして日本は韓国から話が聞いてないのでつって、そしてエンスディアスティックというふうにですね、ゴルフ好きなトランプさんにまで言われてしまう。実は8月1日去年の
アメリカは北朝鮮の体制転換を求めていない、金正恩政権の崩壊も目指していない、朝鮮半島の統一の加速も目指していないということをレックス・ティラーソン国務長官が言ったんです。レックス・ティラーソン氏はトランプ氏からずっと横にされてんじゃないかとか、わけのわからないことをですね、香ばしい国際政治学が本店だとおっしゃってる、なんか視点経済をやってるようなですね、オランダ人形さんがおっしゃっていますけれども、オランダ人形ってのはおぼこでございますからね、昨日のページにもつきましたように、もうおぼこなのがオランダ人形なんで、別にダッチワイフのことではございません。私は差別用語は使わないことを誇りといたしております。そしてドナルド・トランプ氏も3月6日の段階、つまり半年以上前からこういう状況があり、北朝鮮と韓国が赤十字を通じてずっと話をしてきて、今日が生まれたわけでありまして、急に突如ドタバタでとか、韓国も辛くなったから、国内の支持率が低いから何かやったんだとかですね、北朝鮮も経済制裁が効いてきたからやったんだとか、したりがわなことを日本のメディアは書いておりますけれども、そんな突然にですね、気ままに動くはずがないということです。で、トランプ氏も今、私も書きましたけれども、ミートゥー運動であったりですね、あるいはロシアゲートということがあるかもしれませんが、もろん彼の頭の中でもディールですから、まさにリチャード・ニクソン氏と同じようにですね、米中国交、米中電撃訪問と同じように、米朝対話ということが、これはありだなと思ったということであります。ここをちっとも見抜けていない日本というのはですね、全く愚かなものでございます。ですからトランプ氏は北朝鮮は真剣だと思う、これだけの発言してきてるのに、ちっとも日本のメディアはですね、時事通信以外はですね、懐疑的で見ていたということでございます。北朝鮮半島が反乱になって戦争が起きることを産経メディアの人たちは望んでたのかということです。朝鮮半島だけが火だるまになるわけがなくて、日本にも飛んでくるわけでございまして、日本の福岡の人たちが無事でいるのか、あるいは韓国にもたくさんの10万人を超える日本の人がいるわけです。ましてやアメリカは米軍がいますから、もっといるから、戦争になるはずがない、すべての選択肢はテーブルの上にあるというのは、まさに戦争はできません、そして突撃も斬首作戦も無理であろうということは分かりきってた話で、子供でも分かる、チンパンジーならばもっと分かるということが、人間と言いながら分かってない人がいたと。そしてダン・コーツ氏のですね、これは国家情報長官、彼は今までもずっとにアメリカ努力してきたけどダメだったよっていうことを言っただけであって、今回もダメだと言ってる話ではないのに、これをネガティブに捉えてる、つまり今までも全部北朝鮮の手に入れられていったけれども、でも今回はどうも違うぞということを述べたのに、全く日本のメディアの人たちはですね、英語ができようができまいがダメだということですね。で、先ほど来ずっとお話ししてきてる下でございます、朝日新聞の牧野義則さんという方、素晴らしいですね。直談判にこぎつけた、つまり韓国がようやっとやったんだと。で、その半島情勢が悪化するのを避けたい韓国、半島情勢が悪化することを望んでんですか、朝日新聞のソウル支局だけは。制裁強化への懸念を深める北朝鮮、そんなものは当たり前です。でも制裁強化だけじゃない、北朝鮮の人、それでどれだけ一体ビアフラのように餓死をしている人の写真が出てきましたか。もし餓死をしてんだったら、もっと衛星で撮った写真が出てくるはずでございます。まあ亡くなってる方はいるかもしれない、日本よりは食べ物にこと書いてるかもしれないけど、誰も餓死をしていないわけですね。タバコを吸うほどの余裕はあるということです。そして毎日新聞のこの米村光一さんという方もですね、たまにいいこと書くんだけど、ほとんど違ってるっていう、破格の対応を見せた金正恩委員長が、なんか本当に上から目線でみんな書いてるんですね。韓国も北朝鮮も困ってるだろうから、お互いそうなってて行き詰まりを打開した。行き詰まってんのは実は墓穴を自分で出口戦略にしてしまった日本かもしれないということです。そしてそれは日本のメディアがきちんとしていなかったから、ある意味ではですね、日本の政府が動くこともできなかったということであろうと思います。そしてまあご存知のように、菅さんは圧力を高めつつというふうに6日の段階で言っていた、7日もそうだった、8日もそうだった、9日になって発表する10分前くらいに安倍さんが電話で話をして、初めてそんな状況だと、あ、もう発表になってからですかということなんでございますね。ですから最大限圧力を高めていくという一本足打法では、多分王さんも驚いてしまうんではなかろうかと思います。
まあそれにつけてもですね、明日もまたお届けいたしますけど、本当に語学の達人の太郎ちゃんは素晴らしいわけでございまして、ペンス副大統領がトークと言ったのを対話と訳した日本のメディアおかしいと、接触だ、何をバカ言ってんですか。まあ外交用語ではダイアログだというふうに彼は言ってるらしいんですけど、それこそ訓告学派でございまして、トークがなんで接触タッチなんですか。タッチは痴漢ですよ。あるいはまあ昔小学館が出していたですね、あの写真週刊誌がタッチでございますけど、懐かしい話でございます。核放棄を明言しなくても雑談を名目とした会話なら応ずるって26日に言ったんですよ。これも報じたのは共同通信だけですよ。雑談、彼は一応それはチャットだ。チャットって皆さん、ネット上でチャットって何ですか。カウチポテトやりながらやってるような話ですよ。雑談ならしてあげるよって、拉致の被害者がいるというですね、とんでもないことにせよですね、そういう負い目がある側がですね、チャットならしてあげるって、それでまあ金正恩氏は非常に今回冷静でありましたけども、向こうが逆行したらどうするんですか。河野太郎さんという脱原発を全く封印をしてしまった歴史改ざん主義者は責任が取れるんですか。そして去年でございます、9月の21日コロンビア大学で講演したときに、160カ国以上もの外交関係を北朝鮮と結んでいる国は断交しろって言ったんですよ。国連で一票を持ってて常任理事国にもなってない日本がなんでその他の国に稽古つけてあげられるんですか。北朝鮮の体制が困ったものだということは多分誰もが思ってるでしょう。だから対話をしようとしてたわけであって、断交しろって他の国への越権行為を平然と行うという人が日本の実は外務大臣であるということなんでございますね。でその中においてですね、首相、外務大臣の専用機を持ってくれと、1機80億円で買えるって、違うって、小さなそのビジネスジェットがあったらそののパイロットも整備士も全然全部違うんだから、2倍以上のお金になっちゃうんだから、今度新しいボーイングの777なのかな、787かなんかを2機買うんだったら4機体制にする、6機体制にするということこその方がですね、全然金額でも安いということが、あれだけ民主党が仕分けなどということを言う前からですね、無駄な税金を撲滅させると言っていた河野太郎様っていうのは全く税金のことすら分かっていないというお話でございます。で以前からヤッシーはずっと述べてきたことでございます。北朝鮮は世界有数の地下資源保有国であります。でこれを言った時にですね、なんだとお前は経済の方が人権よりも大事なのかとおっしゃってきた方がいますけど、違うってるわけじゃないですか。ギャーギャーとさっきのように雑談と言って、人権をですね、拉致の被害者の方々の人権をがどうなるかもわからないようなことを勝手に言ってる外務大臣の下でですね、経済的にも乗り遅れてしまって資源のない日本はどうするのかということです。前から申し上げてきているように、タングステンも世界の半分が北朝鮮に眠ってます。ウランも世界の半分が眠ってます。これは勝手に北朝鮮がやってるんじゃなくて、アメリカの資源探査衛星がデータとして出していることで、こんな北朝鮮をぬか喜びさせるようなことをわざわざアメリカが述べるはずもないわけです。そしてレアアースは現在は中国が世界の供給量の9割を提供しているので、価格決定権が中国にありますが、しかし実はその中国の6倍ものレアアースが北朝鮮に眠っているということであります。だからして国交が166カ国、今もう170何カ国になってしまったということでありますが、同時にオランダとかインドとかタイとか中国は金融品になっていないので、レアアースをはじめとする地下資源というものを世界に北朝鮮から運んでいるということであります。ここもじゃあやめましょうって言うんでしょうか。とすると日本は携帯電話もみんなが使えない世の中になります。私はこの問題は前申し上げたように、南アフリカという国、南アフリカのアパルトヘイトは本当にとんでもない制度でありました。けれどもなんで南アフリカという国が残っていたのか、それはこれから電気自動車になると分かりませんが、白金、プラチナ、これは自動車の触媒に不可欠なものです。これが当時社会主義圏のソビエトと南アフリカにしか安定的に供給できるだけの埋蔵量がなかったんです。ですから日本の会社は日産やトヨタだけでなくて、小さな会社に至るまで南アフリカにノックダウンの工場を持ってた。南アフリカから車は他の国に輸出できないにもかかわらず、南アフリカに工場を持ったのは何かあったらプラチナを安定供給してもらうためだったわけです。しかし
南アフリカはデクラークという白人系の大統領と、そしてネルソン・マンデラという黒人の指導者と、そしてデズモンド・ツツーという大司教の下でアパルトヘイトをやめていった。でもアパルトヘイトをやめた後、もっとズマなどという困った大統領になってしまって低迷はしているわけですが、つまり南アフリカはとんでもないと、みんなが世界がいじめながらも絶対南アフリカから自殺しない国だったんです。なぜならばそこにはプラチナというものがあったからです。北朝鮮もある意味では北朝鮮にどんなに圧力をかけても自ら自殺をしないというのは、そこに膨大な数のレアアースがあるからです。日本はミャンマーという国がとんでもない独裁軍事国家だという時にも、なんと全日空はミャンマーのヤンゴンまで飛行機を飛ばして儲けようとしていたわけです。世界中から非難をされていたのが日本でした。でもそのミャンマーに先鞭をつけたはずの日本は、ロヒンギャの問題に関しても全く言えない。ノーベル平和賞をもらいながらも全くロヒンギャの問題に関して何もできないですね。アウン・サン・スー・チーというですね、単なる困ったパヨクのような人に対して一言言うことすらできないという腰砕けなのが日本であるということであります。すなわち経済は常にイランという国と世界中が、とくるわけヨーロッパが付き合おうとしているのも、そこには人口が7000万8000万いる。そして資源もあるからです。石油は他の国にもあります。しかしレアアースはこの北朝鮮という厄介な国にしか半分はあるということをですね、冷静に考えるべきだと思います。これをお見せしました。ルビンの壺と言います。まあロールシャッハーテストとかですね、隠し絵とか騙し絵と言いますか。これは壺に見えるけれども人の顔にも見える。すなわちどうやって見るのかということです。人権の問題はけしからんです。しかし拉致の人を救わなければいけない。そして北朝鮮の地下資源をどのように見ながら良い意味で分配ではなくて協力し合っていくか、そしてあの国を一歩ずつでも民主化させるか、そのことをアメリカも韓国も、そして中国もロシアも一緒に動いているときに、日本はこのルビンの壺のような絵の見方ができていないということです。そして以前にもこれはフリップでお見せしたんですけども、日本は黄色いバナナだというふうに申し上げてきました。ジョン・フォスター・ダレスというのは日米安保条約の生みの親などと言われてますけども、とんでもないですね、 CIA をですね、兄弟で使っていたようなろくでもなかった人であります。日本はこういう人が素晴らしいというんですけど、彼はどういうことを昔述べているかというと、アングロサクソン民族のエリートクラブの正会員として扱ってほしいという強い願望を日本国民は抱いている。つまり日本は名誉白人になりたいんです。南アフリカにおいても日本は名誉白人という奇妙な存在だったわけですね。黒人の側にも立たず白人に頭をペコペコ下げているという形でした。そして日本人の人種主義、レイシズム、すなわち欧米人への劣等感、アジアにおける近代人は自分たちのみで中国人や朝鮮人、さらにロシア人よりも優越していると自負する日本、このアンビバレンス、どっちつかずな気持ちを巧妙に利用しようと。そうすれば日本国民は我々白色人種に従属する一方、黄色人種のアジアで孤立し続けるということをジョン・フォスター・ダレスは述べているんです。日米安保生みの親と日本が褒めている人が実は、でまさにそれは肌は黄色いのに中は白人になりたいと思っている人から向くと中は白いけれども、でも中まで外側まで白くすることはできない、美容整形をしたのもという話ですね。となるとまさに狩野治五郎が述べた、人に勝つよりまずは自分に勝てと。そしてこの狩野治五郎のこの言葉を、なんとウラジミール・プーチンといういろいろと困った問題がある人、そしてアメリカのフェイクニュースを作ってきた人はですね、今度、ウラジオストックに作る行動館にこの言葉を載せる、かけるという述べてるわけです。本来この言葉を生み出した日本の武道というところでですね、人に勝つより自分に勝てということが言えない日本というものをですね、文字起こしの部分、その他の資料のところもご覧いただいてですね、もう一度復習をしていただきたいと思います。